東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？讃岐がホーム開幕戦で東京ヴェルディを下し、J2 昇格3年目で初の開幕2連勝を飾った。持ち味の堅い守りをベースに主導権を握った讃岐は、前半12分、左サイドの攻撃からミッドフィルダー岡村和也が中央へクロスを上げると、ミッドフィルダー永田亮太が胸トラップから左足を振り抜き、先制ゴールを突き刺した。後半は東京ヴェルディにボールを回され、守備に追われる時間が続いたが、守護神のゴールキーパー清水健太が好セーブを連発。すると後半29分、讃岐に大きなチャンスが訪れる。中央をドリブル突破したフォワードアランから右サイドへ展開。フォワード馬場健二が上げたクロスボールを中央でミッドフィルダー高木和正がつなぎ、最後はミッドフィルダー仲間はヤトが右足で冷静にネットを揺らした。2点のリードを奪った讃岐は後半ロスタイムに失点を喫したものの、1点差で逃げ切った。昨年もホーム開幕戦でゴールを挙げた永田は、先制点が大事だと思っていた。いいボールを挙げてくれたので決められたと笑顔。横浜 FC との開幕戦に続き2試合連続ゴールとなった仲間は、相手もコースも見えていて完璧だった。点を取るという部分では今年のチームは昨年よりパワーアップしていると思うと話した。